元自治大臣で民主党の副代表を務めた石井はじめさんが亡くなったことが分かりました。八十七歳でした。神戸市出身の石井さんは、一九六九年の衆議院選挙旧兵庫一区に自民党から出馬し初当選。国会議員を十一期務め、自治大臣をはじめ国土庁長官や国家公安委員長などを歴任しました。 1993年には新政党の設立に参加し細川政権のもと政治改革法の成立に尽力しましたその後、新進党、民政党を経て1998年に民主党の結成に加わり党の副代表のほか国会対策委員長などを務めました。2014年には日大受賞を受賞しています